もう速化軸の暗号通貨ニュースでございます先週270万円だったビットコインがですねもう370万円そしてさらに値上げをしてますね。 これにつられてイーサリムもどん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 値段を上げてるわけなんですけども、ビットコインにつきましては350万円を上回った瞬間、私の方はね、個人的に全売却したんで、ちょっと早かったかなと思うんですけども、まあそれはもうしょうがないですね、見極めなんで。で、私のビットコインは全て100万以下の時買ってますんで、まあまあなかなか満足のいる結果かなと思いました。押らくは700万に到達した時に1000万を信じて売らなかったってことですよね。まあこれもね、結局暗号通貨って根拠がないんですよ、全然。わかんないんですよ。 分かったっていう人がいますけども、そういう人に騙されないようにした方がいいです。分かりませんから。分からないんで、もうね、あの、自分の欲しい利益の時に、利格するしかないですよ。まだ儲かるかもしれないっていうから、結局、あの、せっかくの含み益を取り損ねて、含み損存に転換しちゃったりしますからね。うん、だから力量がなかったわけですよ。私も。700万で利格する力量が。500万で利格する力量もなかったんですよ。で、結局、350万で利格してるわけですからね。うん、まあまあ、そういうもんなんですよ。 イーサリアムも今はね、まだ決済してませんけども、どこまで自分の力量が応じられるか、力量に応じた利益しか受け取れないと思いますんでね。それから注目すべきは、XRP ですね、やっぱりね。XRP は早ければ今月に訴訟が確定して、えー、XRP がね、おおむねこれはもう何の権利もなかったってことになりますので、そうなるとドカーンと大きく上がることが予想できるかなっていうところ。そして暗号通貨は今、主要通貨全体的に値上がりしてますから、もう文句なしですね。あの、 今らるるのののかか売却をするのかっていうのはね、うん、だから自分の求めていた含み益が、うん、達した瞬間にもこれは自分の力量に応じた利益を享受すればいいんではなかろうかと思いますもう結局はそれしかないですあのどっかにねあの最大の利確ポイントが書いてあるわけでも何でもないんで,で書いてあるとしてもそれは他者の判断ですから。 自分でで決めるしかかないですからね結局はねどんな情報にもやっぱり惑わされないように自分の思いでやっていくしかないのかなっていうところが現在の暗号通貨ですテクニカルほとんど生かしきれないのが現状です FX のテクニカルマスターの私でもね暗号通貨のテクニカルっていうのはどこにも存在することが全く手がかりもつかめませんじゃあ今回は以上ですお疲れ様です